待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。別はすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。じいじが頑張ってるからもう少し待ってて。あ、エボン、こうってんだ。ギグニス喜ぶ。整備なら心配いらないからさ。じいじが頑張ってるからもう少し待ってて。好みの品を選んでくれ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、イージーだね。外の差を教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代ですから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。
でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。じいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。そろそろ行くか。ブラント、行こうぜ。今行く。まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。ノクト、武器召喚できんだろ。敵に合わせて使え。おとなしくしてもらおう。調子いいじゃねえか。まあな。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。ノクト、気をつけろ。気をつけろよ。速攻で終わらそう。頼もしいな。ぼんやりしてんなよ。誰が。すまねえ。これくらいなら大丈夫そうだ。ああだな。うわ待って、仲間にやられるとかないわ。悪かったって。あったね。あと一箇所。さっさと行くぞ。狙った戦うガーディは船で着いた先で王子の本式だ。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。こいつらで最後だ。気抜くなよ。シフトブレイクして敵のガードを崩せ。フロント参上ってね。連携成功。戦い慣れてきた。まあな。状況は。心配するかも。よし、臨機応変にな。よし、終わったな。あれ、電話。はい。シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって。その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋、うん、ああ、わかった。見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。
手紙？ノクト！こいつ！うわ！シャッター！大丈夫？助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。よーしゃ、死ねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。ノクト！あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだ。あの鋭い牙を獲物に突き立て巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたくねえ。死ぬんじゃねえぞ。腕が鳴るぜ。突っ走るときは一人で。いちいちむずさすんじゃねえよ。ノクト！サンキュー。ああ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだな。頼めるか。エーザ、俺たちに任せとけ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。いい判断だ。さあ気合い入れて臨もうぜ。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前で
これ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。キャンプにするか。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって名刺。